どうせ細菌兵器で死んじゃうんだから結果は同じだよ。アカリア副長もどうせ散々もてあそんで殺すつもりなんだろ。あの二人は珍しい生き物だからね、研究されるのはしょうがないでしょ。教えてやるよ、モラルのねえやつってのはよ、大抵危機感がねえだけの丸け野郎だってな。足りねえな、全然足りねえ。怒りを買い殺されるという危機感が。危機感少しは持ったみてえだな。まあ今さら遅えけどな。危機感を持った方がいいのはそっちじゃない。僕には無限の可能性があるけど、君には生き残れる可能性すらない。なもう鼻っからねえよ。いつ死んでもおかしくない中であがいて這いつくばって生き抜いてきた。来るなら来いよ、間抜け野郎。何人来ようが全員ぶっ飛ばす。そろそろ答えてちょうだい。日米ドイツの協力関係にあなたたちローマも加わってくれる？ No、 断る。君たちこそいいのか、日米のおこぼれをもらうような形でアメリカに奪われてもいいのか。今ドイツが進めている